絶縁をテーマにアジアを代表する9名の作家が描く作品を俳優6名が朗読で紡ぐ。無、村田沙耶香、朗読、三浦透子。ああ、無？最近さらに増えてるらしいね。本当に困ってて、塾を辞めてもう学校にも行かないって言って聞かないんです。3人の女性のこう主人公からのこう視点で書かれている作品なんですけど、3人ともにこう他の人には見えているのに自分には見えないものとか、他の人には見えていないのになんか自分には見えてしまうものみたいな、なんかこうちょっとしたズレと言っていいものなのか何かわからないですけど、なんかそういう違和感のようなもの、周りとの間にある距離みたいなものを抱えているような気がして、でもなんかそういう人たちってこう出会った時になんかこう共有できるものがあるこう喜びの方をどこかこうフォーカスされる作品の方が多いような気もなんとなく自分の中でするんですけど、なんかこの作品はこうそれぞれがなんかこう対等に冷静に見ているというか、なんか大きく分けると似たようなところがあるような3人に見えるんですけど、でもこうそれぞれにやっぱり自分とは何かが違うってこう思っているというか思い合っているというか、なんかその視点がすごく私は面白いなって思いました。夢の中でちょっと笑った。これは夢なのだ。今までの日常はすっかり失われてしまったのに、誰かが消毒薬をまいたり映写機を動かしたりするなんて変な話だ。個人的なお話でもあるし、社会的な大きなお話でもあるので、なんかとても繊細で、でもそれその個人の関係においてこの人との違和感とかって日々あるじゃないですか。それがいつどこでどう書き違ってて気づいたらこんなに大きな溝になってしまったって気づくお話だったと思うんですけど、その違和感っていうのが個人の感覚でもあると同時に、その感覚ってどこから生まれたかっていうと、昔の時代の考え方の名残だったりとか、まあ、その環境だったりとか、個人とのやり取りでボタンが鍵違ったのと同じように、その感覚もいつどこから生まれてどう根付いてしまったものなんだろうっていう、なんでしょうね、すごくもどかしい気持ちになりました。大都会の東から西にかかった虹の向こう側には、厚い雨雲がまだ黒い帳のように垂れ込めている。近くの街路樹が風に揺られ、木の葉についた雨の雫がパラパラと降ってきた。主人公がこう父から言われた言葉をなんとなくこう幼なじみに伝えて、それをまた幼なじみが自分に返してくれた時に、やっとその言葉を理解するっていう、なんだろう、すごい素敵な温かい本だなと思いました。駆け落ちをしようって言われて冗談だと思って断ってしまう。でもこう大切な存在をなくしてからたくさんその人のことを考えるようになって、それで自分のいる環境を捨ててその人と行こうとしていた場所に旅に出るっていうのが、なんだろう、すごく素敵だなと思いました。音で聞けるものだから割と聞くタイミングを探しやすいとは思うんですよ。なんか移動しながらとかも選択肢は割とあるのかなと思いつつ、なんか読書をする時のように音に集中するっていう時間を
の中でなんか聞いてもらえたら嬉しいなと個人的には思います。はい。